はい、どうもルーでございます。現役戦争やっていきたいと思います。本日もね、デュエル動画やっていきたいと思います。通常の動画とデュエル動画、再生リスト分けてやっていきたいなと思いますので、もし参考になればなと思います。ポイント2倍で、パーティーは前回は、サンクレット使ってたんですけど、今回はヤシトラ入れてみました。で、ユニットボーナスとかもあるっちゃあるんですけど、ガン虫でいきたいと思います。で、ヤシトラがまず杖で川の帽子でイフリートで魔法、まあヒットポイントそこそこあって魔力が高いのがイフリートだったので、イフリートでビジョンカードもイフリートですね。これは非属性アビリティがアップするっていうのと、パーティーアビリティで攻撃力が 21% アップするっていうことで、つけました。で、モントに関してはヘイト集めですね。で、攻撃力アップ。で、鉄巨人で攻撃力と、防御力は書いてないか。防御力はないのか。召喚中には。で、ヒットポイントだね。まだ3000はいかないですね。で、シュテルが、1700で、武器はゴールドブレイドのマックスアサルトですね。それでもまだ137なんで、まだ土で叩きまくんないといけない感じですね。で、ゴーレムで攻撃力とヒットポイントを上げて、新しき生命の誕生でヒットポイントを上げると。で、パーティー全体に運を上げる。で、覚醒ボーナスが3まであんのか。で、さらにヒットポイント 2%、 まあこれが上がってるやつですよね。はい、というわけでやっていきたいと思います。まあ正直言うと、ここら辺ブロンズ今1だよね。だからここら辺まで来るとブロンズ1 まあいいや。もうね、結構強いんだよね、オールランドゥとかいて。メディエナとか。まあ、ちょっとここ行ってみますか。バトル開始。まあ、このメディエナにいかにしてやられないかが結構ポイントですよね。 OK。 ノー手裏剣、おー、いいね。なんとか勝てそうですね。対戦ありがとうございました。なんとか勝てた。なかなかランク上がんないよね、これね。
ここら辺まで来たらもうだいぶレベル高い人、俺よりレベル高い人すげえ増えてるからね。レベル関係なく強い人いっぱいいるし、メディエナ60ってやばいんじゃねえかな。ギルガメッシュ74、怖い。ここ行ってみるか。ちょっと時間がやばくなってきたな。ビルンハルト硬えな。モルランドゥを早めに倒したのはでかいっすね。よし、対戦ありがとうございました。ちょっとなんかあれだな、ちょっと同じくらいの戦力のところに挑んでみますか。どうだ、ここは行ってみますか。ほっ、やばいね。シテルが。結構きついね、これ。石投げますか、そこで。なんとか上がってましたね。さて、うわー、強そうだな。メディエナレベル70はきついだろう。
なんでこんな強い人がここにいんだ。こう行ってみる、ここちょ、チャレンジ。全て俺の持ってないキャラっていうね。なんか音がおかしかったな。勝った。勝ったよ、みんな。すごい。こう行ってみる。タンク2人、戦力も拮抗している。勝負。おお、ちょっと、3人がかりで文句を倒せない。これ大丈夫か？あ、ラムザーを倒した。嘘だろ、超強え。ちょっとうまく、ヤシタロを守って、後方支援させないと。え、そこ行くの？あ、でも門と狙ってくるな。一目で低いやつをやっぱり狙ってくるんだ。うわ、ぶっ飛ばされた。おお、勝った。すごい。まさか勝てるとは思わなかった。オッケー。まあこういうのがね、やっぱり楽しいよね。はい、というわけで、今日の、デュエルはアリーナでございました。で、マッチバトルアリーナ、まあその時のまあ気分でやっていこうかなと。どちらにしろ、アリーナコインも、PVP コインも必要なんで、
まあどっちもやる日とかもあると思います。はい。であとはまあ検証でフレンドマッチやったりとか、生放送でフレンドマッチやったりとか面白いかなと思いますんで、あとはまあクラスマッチが来た時ですね。はい、まあ非常に楽しみでございます。というわけでご視聴ありがとうございました。ルーでした。バイバイ。